ャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、はい、平成スカウト評価、はい、折り返しも来ましたし、次あと5球団残ってます。5の5。お、中日、セリーグの中日はね、この2005年から落合さん政権になって黄金期迎えて、最近は低迷してますけど、はい、いや今年は1位予想してますから、いけるんちゃうかなっていうね。そうでしたね。そういうのがドラフトからどう見えるのかっていうところで、はい、じゃあ94年から、はい、1位、金森さん、山田さん、はい、全員無印です。はい、っのっけから全員無印、テンション下がりますね。そうですね。あじゃあなんで94年からしたんやって話になるんですか。95年、荒、はい、木、うん、1SS、はい、門倉さん、S、で藤井さん、無印です。無印の方に3つけますよね。いや、ここら辺は高卒だと年下だけど、はい、大卒社会人だと年上だから。なるほど、そうだから分かんないんだよね、はい、一応つけとくと問題ないから、はい、つけてるだけ。あのその上下が分かんないってことはあんまりこう知らないんだろうなっていう。そう荒木もだから95年、俺の一つ下だから、はい、2001年からでね、賞味ずっと一軍に居始めたのは。中日一筋で長いですね。だって名球が2000本打ってるからね。名球界だもん。22年やってるのか、うん、96年、はい、小山、はい、新一郎、はい、楽天で BB、 BB、 でも楽天行ってからの話だけどね。あ、まあそうなりますよね。はい、森野 1SS、 はい、マクタさん、はい、無印です。はい、でもう森野、内野手がどんどん来てるからね。はい、97年川上健信さん、はい、1SS プラスです。 1SS プラスで、次が森、はい、無印、ショーツさん、 BB です。はい、で98年、福留、 3SS、 3SS、 岩瀬さん、 1SS、 おー、で小笠原、無印、まあ一軍でもそこそこ小笠原ね投げてたんですけど、明治大学からね、はい、うーん、もうここら辺もう3年連続荒木、森野、川上健信、福留、岩瀬ってもうレギュラー固まりつつある。続いてますね。で99年、はい、朝倉、 A、 福沢、無印、山北、 BB。 左ピッチャーででかいのって全員なんか和製ランディ・ジョンソンって言われるけど、はい、そうやって言われてすっごくなったやつあんま見たことないそうなんですか。和製ランディ・ジョンソンってあの左ででかいだけで言わないでほしいよね。もう剛速球で言ってほしいよね。あ、もうそっちで。そういうのってもう大きいだけなんで言ってるんですか。そうそう、でかいからね、ランディ・ジョンソンが。だからあの右ピッチャーで最近でかいの、一時下町のダルビッシュとかよく言われてなんとかのダルビッシュとか、はい、2000年中里、新井大で妹、全員無印です。中里もね、この怪我しなきゃ日本代表の動画でやりましたけど、はい、本当にいいピッチャーだったんですけど、あ、怪我でね、不運ですね、うん、ドラゴンズファンの皆さん、まだ見てない人はこのここにある動画を見てください。中里のことで喋ってるんで、はい、2001年、はい、前田、無印、はい、キャッチャーね、ドラフト1位で行って、うん、田之上、S、 この田之上もキャッチャーですよ。これソフトバンク行ってから頑張ったんですけどね。ああ、そうなんですね。守備はあのお世辞にもうまいとは一切思わなかったですけど、はい、打つのはパンチ力あったし、うん、本当にホームラン持つし、思いっきり良かったし、はい、一瞬ブワー光ったっすね。久本、はい、BB、 久本からね、マリンでホームラン打って、ロッテ以外の全球団、うん、ホームラン達成したんですよ。あ、そうなんですね。12球団。へぇ。ロッテ打ってないのに12球団じゃないやろっていうね、ファンの人いるんですけど、はい、近鉄と楽天で打ってるって。なるほど。一応12球団なんですね。そう、はい、だから僕あの、球場でも、名古屋ドームだけホームラン打ったことないんですよ。あとの、あの、まあ、松田、広島市民で打ったんで、まあ、松田はね、はい、やった回数が少ないから打ってないんですけど、あの本拠地でホームラン打ってないのは名古屋ドームだけなんですよ。へー。あと全球場でホームラン打ちました。で球団もこの久本投手をマリンで打って、はい、あのカウントが有利になったんで、もう1位の3が思いっきり振って、弾丸ライナーでドーンって打ったんですよ。全球団と思いました。わー、やっぱり気にしてるんですね、そういうところ。まあそういうのはあった方がいいですよね。はい、へー。しかも交流戦しかやらないからチャンスが少ないからね。そうですよね。次2002年、はい、1位森岡、 BB、これもヤクルト行ってから頑張りましたね、明徳から。で桜井、上、無印で、2003年中川、石川、佐藤、無印です。で2004年、樋口、無印の一軍未出場。ああ、そういう人、これはもう大失敗ですよね。はい、
で、中田 AA の河合 A です、ピッチャー。で、ここら辺で言うと、あの97年の天心さんとが AA ですけど、はい、5位に井橋さんいて、まあ、これも、A、SS じゃないですか。うん、そうですね。でもあの内野完成してますよね。うん、だってあの森野、井端、荒木、はい、もう内野完成してますもん。そうですね、出来上がってきてる感じで、エース川上健信で抑え岩瀬みたいな、うん、完成されてますもんね。それは強いですよね、はい、でファーストに大論を作るんですもんね、はい、であのキャッチャーでね、キャッチャー前田とか棚上取ってキャッチャーなんとかって、うん、キャッチャーいねえなみたいな、はい、あじゃあ田中さん取ろうみたいな大きいのが考えてる取ってね、はい、強くなりますね。あ、外野あ福留みたいな、はい、でセンターアレックス外国人、うん、であなんか守備方もいいな、あ98年帰りにクラムといいなみたいな、うん、守備だけゴールデングラブ賞とかね、はい、で取ったりして、うん、あれもちょっと1枚誰いんな外野和田さんかもーって言ってるからいないとこもう埋めてっていうだからもう一球員揃えていないとこはカモーンって言って埋めてるの、はあ、それは強いよ。いやでもこのいないところ以外は上位で取ってるってことですごいです。そう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 、もう上位でだからすごいですよ。だからちゃんと取って、うん、ドラフトで、はい、上位で取って、しかも足りないところもこの2001年前田とか田上とかキャッチャーカバーしようとしてるんですけど、はい、まあ見る目がなかったんですよね、うん、まあそこは、はい、カバーしきれてないってね、はいはい、でもこれミスや、取ってくる目もなかったけど、うん、現場も育てきれてないと、うん、どうするこのままじゃキャッチャー危ないぞ、うん、取ってこよう FA 潔いですね。おー外野お福留いるよ、これでもう埋まった、はい、お外国人来た、はい、あと1枚なんとかなれへんかな、まあ、取ってはいるんやけどな、うん、和田さんみたいないや、いい、すごいですね、ちゃんといないところはもう、そうそうそう、だからもう編成としては、はい、うん、いいよね、いいですね、うん、でもあの外野も外国人頼ってばっかりいないし若手も育てなきゃっつって、うん、2005年ドラフト1位で高校、はい、平田取ってきます、はい、1SS です、はい、平田選手で次春田無印、はい、大学社会人に川上健信さんももう13年経つし、うん、次のエース探しこなきゃっつって1吉見、うん、吉見と SS、 はい、で藤井 BB です、 BB、 平田と藤井で外野競わすかっつってで2006年、はい、そろそろ今働きの後釜も考えておかなきゃいけないなっつって一江戸の上、はい、BB、 BB 福田 BB です、はい、大学社会人田中無印の中継ぎも負担集めていこう浅尾 SS、 おー、ここで浅尾選手来るのか、ここもしっかりその自由枠とかで取ってる人たちをしっかり活躍させてるところがすごいですよね。そうですね。でもまあこの次2007年に高卒赤坂樋口無印の大学社会人山内 A の谷無印、まあ、谷はね僕の後輩なんですけどね、はい、鳴門工業から確か日立だったかなって言って、はい、そうなんですか。で2008年、はい、野本 B、 伊藤岩崎無印です。2009年、はい、岡田、はい、BB、うん、小川 BB の中田無印、はい、で10年大野 S、 もうここでまた一人、はいはい、で吉川武藤無印、無印です。11年、はい、高橋周平 SS、 おお、いいじゃないですか。いる西川無印の田島 AA です。高橋周平もこのだから今ですね、うん、この人たちは今育ったんですよ。そうですね、こっから行く人たちです、はい、大野もね去年ノーヒットノーランして、はい、ちょっとあの1回上がって1回沈んでましたけどここから上がってきて、うん、っていうね。で12年、福谷 BB、 浜口古本無印です。浜田ですね、浜田か、はい、俺浜口ってなった浜田、浜田です、ね、あ左のね、はい、で13年が鈴木無印の、はい、又吉 A の桂無印です。14年、はい、野村、浜田、友永、全員無印です。あー、この辺が、はい、で15年、小笠原、佐藤、木下、全員無印です、はい、まあ、もうこっからはしょうがないんですもんね、はい、はい、で16年、柳 A、 京田 BB プラス、 BB か、はい、石垣無印、はい、17年が、うん、鈴木博士、はい、投手B です。 B、 はい、石川、高松、無印。で18年の根尾、梅津、勝の無印です、はい、ちょっと終盤あれでしょ。そうですね、はい、あの前半に続けに無印を、はい、一気に、
はい、だから S が10人ですか。10人いますね、それでも、うん、で、S が2人、AA が3人、A が4人、BB が12人、B が2人、1、2、3、4、5、7、8、9、45人、無印ですね、うんうん、ちょっと1個前にライオンズやったんで、うん、そうですね、ちょっとこう、あとはですね、やっぱりね、この2010年までの強さはと2010年以降の弱さ、はい、ドラフトですね、完全に確かに SS の数がやっぱり圧倒的に後半の方が少なかったから、でも前半だってもうこの95年のドラフト1位荒木からスタートして2006年まではもう完全戦力になってますもんね、はい、もうゴリゴリの、うん、でそれで足りないところはさっきも言ったの FA とか、はい、外国人と補強しながら、うん、でまあ、もちろん下位のね、イバスさんとか、はい、倉本とか、うん、下位の選手たちもそれで押し上げて、はい、上位がダメだと下位押し上げられても数が足りないじゃん、うん、上位良くて下位押し上げていかなきゃいけないから下位の選手も頑張っていかなきゃいけない、はい、それが95年からその10年間、うん、約はすごいですよね、しっかりいい感じにで足りないところは FA 取ってきて、うん、でそれが2007年以降からの約10年ぐらいが、はい、まあそれは高橋とかね、大野とかそのいい選手はもちろん出てきてますけど、はい、その単発すぎて、うん、そのやっぱでその SS の人たちが全員辞めていってるから、うん、どんどん、はい、でこの SS の人がすごすぎてその世代交代がうまく同世代すぎてうまくいかなかったっていうところもあるんですけど、一気に総崩れしながらそれを挽回する人たちの力もなくて今の感じになってきてるんですけど、はい、で今年の魅力としてはそので大野とかね、うん、高橋周平とかっていうところだ、鈴木浩もね今年もうちょっと良くなると思うし、うん、あと梅津とか、うん、あと岡沢らとかもそうだし、はい、この上位にいる人たちが、まあ、少なくても BB以上を取っていくとね、で岡田とかもひょっとしたら A になるかもわかんないし、はい、あのそういった選手たちがもうちょっと底上げしていくと面白いんじゃないのかなっていうね、まあね、今年ね1位予想ですからね、そうそうそうです、ドラフトの成功例と失敗例でチームの浮き沈みがよくわかるドラフト戦略でしたね、でもそうですね、わかりやすいっていうね、わかりやすいですね、ははうんうん、いや面白かった、だそういったところね、責任の所在がしっかり分かって面白いんじゃないですかそうですね。